平野紫シヨエルジャポン11月号特別版で話題、発売前から大きな注目を集めています。楽しみに待ちましょう。平野紫シヨが表紙を飾るエルジャポン11月号特別版が発売前から大きな話題となっています。その人気ぶりは前代未聞で驚きと期待が広がっています。 ジャーナリストとして、今回はその注目の事象について詳しくご紹介いたします。平野仕様、エルジャポン、表紙に登場。2023年11月号の、エルジャポン、特別版に、元キング・アンドプスのメンバーである平野仕様が登場します。平野仕様は、ジャニーズ事務所を退除してから初めてのメディア露出となり、その存在が待望されていました。 この特別版には、平野がルイ・ヴィトンのファッションアイテムを身にまとい、独占インタビューが9ページにわたって掲載される予定です。平野仕様は、ジャニーズ事務所前副社長滝沢秀明氏の新会社、とべ、に合流した後、自身のインスタグラムアカウントでライブ配信を行い、 ファンからの質問に答えたり、世界的ダンサーリーハタシートップのコラボダンス動画を公開したりと、精力的に活動してきました。しかしながら、合流から3ヶ月以上、メディア露出の機会が限られていたことから、ファンはいつ本格的な活動が始まるのか、と待ち望んでいました。その中で、 彼がエルジャポンの表紙に登場することが発表されるとネット上はお祭り騒ぎ状態に発売前からバカ売れの状態となりファンや多くの人々がその登場を楽しみにしています。前代未聞の予約殺到とサーバーダウン。 平野紫仕様のエルジャポン特別版が9月28日に発売される予定ですが、その発売前から大きな話題と騒ぎが巻き起こっています。情報が解禁された19日、予約殺到により出版社の公式サイトが一時的にサーバーダウンする事態となりました。さらに各 EC サイトでも、 完売となり、翌20日には早くも重販が決定するなど、予想をはるかに上回る反響を呼び起こしました。一部書店での前代未聞の事前抽選販売。さらに注目すべきは、発売日前日の27日、一部書店の店舗が多くのお客様のご来店が予想されることから、前代未聞の事前抽選による販売を行うことを発表したことです。 これにより、平野仕用の人気がどれほどのものかが浮き彫りになりました。梅がつたや書店では28日の発売日当日午前9時から9時30分までが集合時間とされ、その後抽選券が配布されます。そして10時30分に当選者のみ一人一冊、エルジャポンを購入することができる仕組みです。同様の事前抽選販売が、 木の国屋書店流山大高の森店でも行われ、当選予定数は25名と告知されています。各 EC サイトでも l ルジャポンの予約受付が行われていますが、そのお届け日が10月7日から9日と表示されており、すぐに雑誌を手に入れたいファンたちにとって、書店での購入が選択肢の一つとなりそうです。 また、発売日当日の28日には、多くのファンが書店に殺到することが予想され、その光景も注目されています。平野仕様・雑誌表紙の魅力。なぜ平野仕様の雑誌表紙がこれほどまでに人気を集めているのでしょうか。それは、平野仕様自身の魅力と、その表紙が持つ特別感に起因しています。 出版業界では、ヒラの仕様が表紙を飾る雑誌は一般的によく売れることが知られており、彼の個人的なファン層は非常に広範です。実際、キングプリンス、キングプリンスとしてのグループ活動よりも、ヒラの仕様単体での表紙の方が高い売り上げを記録しているとの声も聞かれます。彼のファッションセンスや魅力的なルックスは、 幅広い世代から支持されており、特に若い世代から熱狂的な支持を受けています。そのため、今回のエルジャポンの特別版も多くの人々にとって非常に魅力的なものとなっています。今後の平野仕様の活動に期待。エルジャポンの売れ行きと事前抽選販売による熱狂的な反応は平野仕様のファンベースがどれほど大きいかを物語っています。今後は、 彼が滝沢秀明氏の新会社、とべ、と共に展開する活動に注目が集まることでしょう。彼の個人的な魅力と才能がどのように世に受け入れられるか、今後の動向がますます注目されます。今回のエルジャポンの特別版が彼の新たなスタート地点となることを期待しましょう。 ヒラの仕様の今後の活躍には多くのファンや関係者から期待が寄せられています。彼のパフォーマンスや多彩な才能がどのように新しい舞台で発揮されるのか多くの人々が興味を持っています。ヒラの仕様のファンたちは彼の新たな活動に対する熱い期待を胸に彼の業績と成功を心から祝福しています。 彼の持つ魅力は多くの人々の心を捉え続けており、その人気は今後も着実に成長し続けることでしょう。このような状況の中で、今回のエルジャポンの特別版は彼の新たなスタートを祝福すると同時に、彼のファンたちにとっても特別な一冊となることでしょう。 彼の個性的な魅力が存分に発揮されたこの雑誌は多くの読者にとって永久に記憶に残る一冊となることが予想されます。これからも平野市用の活躍に注目し、彼の新たな挑戦と成功を見守っていきたいと思います。彼の持つ魅力と才能がますます多くの人々に伝わり、彼のキャリアがさらなる輝きを放つことを願っています。 これからも彼のファンや支持者が彼の活動を温かく見守り、彼の成功を支え続けることでしょう。平野市要の明るい未来に向けて多くの人々が彼をサポートし続けることが予想されます。彼の今後の活躍に期待を寄せつつ、彼の成長と成功を心から祈っています。